皆さんこんにちは、稲枠 TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日はショートカットキーについてご紹介したいと思います。ショートカットキー、何度もリボンやコマンドをクリックして目的のものを表示させるよりもとても時短になるんですね。ですが初心者の方の中には覚えられない、ゆっくりでもいいから操作を覚えた方がいいからショートカットキーには全然興味がないという方も中にはいらっしゃいます。まあもちろんショートカットキーを使わなくても必ずできるメニューはあるんですが、実はショートカットキーにしかできないということもあるんですね。今回は全部の機能はご紹介しきれないので、どうしてもこれだけは覚えていただくと便利というショートカットキーをご紹介したいと思います。もし覚えられないものは、以前にもご紹介したように Windows であれば必ず付箋紙があります。その中にアンチョコのようにこのように書いていただくと、覚えきれない方でも必要な時に出していただくことができます。今回は初心者にも覚えていただきたいので、入力編から編集まで幅広くご紹介をしていきます。では画面の方をご覧ください。範囲を選択し太字にするときはコントロール B。 このように範囲が隣接してたくさんデータがある場合にはコントロールシフト下矢印、これで一気に選択することができます。セルの書式設定を表示するにはコントロールの1、これはよく使うショートカットキーなのでぜひ覚えてください。同じ列にあるデータを再び入力するときにはオルトキープラス下矢印、これで候補が表示されます。今日の日付を入力するときにはコントロールプラスセミコロン、戻るボタンはコントロール Z、時刻を表示するにはコントロールコロンになります。絵文字を表示させるには Windows ロゴキーにるのボタン、一度入力した漢字に対して違う字に変えたい場合には変換キー、あるいは右クリックの役割はこのキーになります。データをコピーするときには範囲を選択しコントロール C、 そして貼り付けるときにはコントロール V となります。このコピーしたものは他のアプリケーションにもコントロール V でデータを貼り付けることができます。コピーしたものを後から何度でも貼り付けられるようにこのクリップボードダイアログボックスを開くと、今までコピーしたものを覚えていてくれる機能があります。このクリップボードには電源を閉じるまで他のアプリケーションであってもこのように選んで貼り付けることができるようになります。ところがメモ帳など他のアプリにはこのクリップボードがないものもたくさんあります。その場合このように選べないということになります。ですが貼り付けるときに Windows ロゴキープラス V であればこのようにクリップボードを表示することができます。貼り付けるときにはコントロール V だけではなく Windows ロゴキーの V、 これを貼り付けと覚えてみましょう。さらにいいところは他のネットワーク間、他の場所、つまり私であれば自宅と教室のように離れていたところでも同じマイクロソフトのアカウントでログインしている場合はこのクリップボードから呼び出すことができます。こちらに関しては以前の動画で詳しく説明したものがあります。 YouTube 動画のカード、あるいは下の概要欄もっと見るをクリックしていただいてリンクからジャンプして動画をご覧ください。ぜひ便利な機能ですので覚えていただくと何かの時に役に立つと思います。画面を画像としてコピーするにはキーボードのプリントスクリーンキーを一度押します。次に貼り付けたいアプリを表示して貼り付けボタンを押すとこのように画面自体をコピーすることができます。またこのように
ダイアログボックスを表示した場合、このダイアログボックスの画面だけをコピーしたい場合には、オルトキーを押しながらプリントスクリーンキーを押します。すると貼り付けを押すと、この部分だけをきれいに貼り付けることができます。画像としてパソコンに直接保存したい場合には、 Windows ロゴキープラスプリントスクリーンを押します。すると PC のピクチャーの中にスクリーンショットというフォルダーが表示されて、このように画像として保存されているのがわかります。ダブルクリックで起動すると画像保存できているのがわかります。そして最後に切り取り&スケッチを起動するには、 Windows ロゴキープラスシフトキープラス S のボタンを押します。このように薄くなりましたら、キャプチャーしたい部分だけをこのようにドラッグをして離します。するとこの部分だけをコピーすることができました。では貼り付けてみたいと思います。貼り付けボタンをクリックします。するとこのように画像として保存できたのがわかります。こちらのプリントスクリーン画面のキャプチャーに関しても詳しい動画を作ってあります。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。インターネットで検索をすることはよくあります。そんな時には F3 を押すことで、このように検索ボックスを出すことができます。また間違えて今このページを閉じてしまったとします。その時にもう一度復活させたい、こんな場合にはコントロールシフト T、 こちらを押すことで、これで画面を復活することができます。インターネットの画面のメニューバーなどを出したくないという場合には F11、 これで全体画面にすることができます。もう一度戻す場合には同じように F11 で画面を戻します。ページをもう一度更新したいという場合にはファンクションキーの F5 を押します。画面が小さい時ってあるんですよね。その場合にはコントロールを押しながらマウスのホイールでこのようにくるくるして画面を拡大したりすることができます。このほかコントロールのプラスで拡大をすることができます。また逆に縮小したい場合にはコントロールを押しっぱなしでマイナスのボタンをこのように押していくことで小さくすることができます。元の画面 100% に戻す場合にはコントロールの数字の0、点キーではなくキーボードの0を押すことで 100% にダイレクトに戻すことができます。3桁ごとに桁区切りをしたい場合にはコントロールシフト1、データに編集を加えたいときにはファンクションキーの F2 を押すと、そのセルの末尾にカーソルが移動します。合計を出したいときにはオルトシフトイコール、同じデータをいっぺんに入力したい場合には範囲を選択して文字を入力し、コントロールエンターで同時に入力をすることができます。入力されたデータから規則性を見つけて自動的に入力するフラッシュフィルはコントロール E、 最後にメニューやコマンドにはなくショートカットキーでしかできない便利なものをご紹介したいと思います。一つ目はこのチャンネルでもよくご紹介しています古いバージョンのワードアートになります。互換モードにしなくても古いワードアートを表示する方法があります。それは Alt-IPW になります。順番に押していきます。 Alt-IPW、これで昔のワードアートを表示することができます。文字を入れたら OK を押します。すると古いワードアートに関しては1枚の図形という扱いになりますので、
文字の大きさをこのように変更することができます。また文字の塗りつぶしで図を挿入することができます。影の効果などをつけるとそれなりにデザインに残ったタイトルを作ることができます。そしてフォントサイズを大きくしたいとき、こんなときには皆さんこのコマンドを使ったりすると思います。この文字の拡大縮小ではここにあるフォントサイズにあるこの大きさしか出ないんですね。だんだんフォントサイズが大きくなるとアバウトな数字になってきます。そうではなくてちょっとずつ1ポイントずつ大きくする方法があります。それはコントロールキーを押しながらエンターキーの左にある無のキー、これで1ポイントずつこのように大きくすることができます。端から端まで文字を大きくしたい場合に何ポイントかは分かりませんよね。その場合1ポイントずつこのように大きくしていく方法があります。もしはみ出してしまった場合は無の上のキー、こちらで小さくすることができます。この場合はフォントサイズは37ポイントが一番大きなサイズということになります。端から端まで大きくしたい場合には37ポイントということが分かります。微妙に気になる方はこれで中央揃いを押す均等割り付けで端から端まできれいに揃うことができるようになります。以上で今回の動画は終わりにしたいと思います。ショートカットキーいかがでしたでしょうか。結構覚えることも多いので一度に覚えることはまず無理でしょう。なので付箋紙に書いておくとか、あとは動画の途中に画面のスクリーンショットをご紹介しています。ぜひそちらも活用してみてください。では今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。またねー。